そう、涼しいところにできるだけ、そうですね、日陰とか入れるように。はい。なんか無品も金貨も今ないので、私はそう、両方なんかどっちか出たりしてたんですけど、そう、今はないので、なんかメンソレータも効くみたいなので、それ塗りました。けど、メッセンジャーは、でもクーラーつけていただけてるので、はい、ありがたいことに。そうなんで、もクーラーつけて、もう汗いっぱいかいちゃいますね。日傘よりナイス、いいなー。お疲れ様です。はい、そうですね。1日2.5リットル。おー、水分補給、本当に水分も大事なので、はい、こまめに、喉乾いてなくても飲むのがいいですね。よくにアバターやつんで決まって、あ、出ました。私もありがとうございます。ランダムってか、あれですよね。そう、ランダムでやってますね。ランダムだから はい、難しいですよ。ありがとうございます。なんかそう、お母さんがメンソレートも聞くみたいで教えてくれました。それってやっぱ、なんかそれも聞きました。なんか絆創膏とか、なんか空気に触れないようにしたらいいっていうのを聞いて、はい、お母さんがやってましたね。ご飯食べれましたよ。はい、食べれました。まいちゃんっぽい。あ、本当ですか？ いや、私もすごいチミにはそう似てるなって。今も似てますか？おやすみ様からありがとうございます。ありがとうございました。ありがとう。いや、はい、ちょっとあんまり違いになれなかったかもですが。いや、でもお礼もありがとうございます。確かに黒いところに挟まるんですよね。はい。日差しが。そう、でも暑くなります、すごく。頭も焼けるので、頭も日焼け止めにならなきゃですね。はい。やったー。エアコン、そうですね、マニちゃんもそう、結構すぐやっぱ、暑がりなので、そうですね、マニちゃんいるときは、エアコンがついたりしてましたね。はい。ありがとうございます、心配してくださって。はい、大丈夫です。寝落ちしますねって。寝落ちされるんですか？寝落ち大丈夫ですか？寝る準備できますね。でも、聞いてくださってありがとうございます。こんばんは、こにゃん。ありがとうございます。見せて、すごい。日焼け対策、長袖、私も外出るときは着てますが、暑いですね。わかります。お疲れ様です。ありがとうございます。なるほど。そうですね。換気も大事ですもんね。かき氷。食べたい。食べたいです。今日はでも、なんだっけな。はい、コメントが結構読ませていただけてるので。そうですね。アピバーさんもぜひ歌わせていただきたいと思います。中華料理食べられました。私は、ケータリング、はい、メールでも送らせてもらったんですけど、野菜炒め弁当かな？いただきました。はい。食えちゃいました。大丈夫ですよ。汗が止まらない。なんか冷やしてください。薄着したり。エアコンの風もなんかそうですよね。疲れちゃいますよね。わかりますね。なんか、あんまり冷やしすぎない温度が、私もいいかなと思います。あ、すごい？ないですね。もう可愛いもありがとうございます。衝撃。おー。嬉しい。そうですね。エアコンなしはちょっと、そう、厳しいと思う。そうですし。皆さんも無理はしないでくださいね。なんか低い温度だったら、いいんじゃないかなと思いますね。今日はシロップかけなきゃ。確かに。そうですね。冷たいもの美味しいですよね。もうちょっと眠たいところもありがとうございます。大丈夫ですか？ぜひ、ハッピーバースデー歌わせてください。
今日なんかそう、フラグリーな感じですいませんが、そう、今日もお世話せかいちゃって、はい、もう、そう、ベタベタだったんです。お風呂入らせていただきました。すいません。劇場に、あー、劇場割と結構、今月もたくさん、はい、出演させていただけているので、8月とかもね、これからも多かったらいいですよね。あ、リハーサル後の写真が、青春ナースでした。おー。うん、声が来て、そうで、本当ですか？ちょっと声が、そう、こんな感じだから。あ、そうですね、お祝い。はい。あ、ありがとうございます。うん、ありがとうございます。あ、私のアバターも、ありがとうございます。嬉しい。はい、では、ぜひじゃあ、はい、今日お誕生日の方いらっしゃるので、はい、7月、ですね、お誕生日の皆さんに向けて、ぜひハッピーバースの曲を歌わせてください。お願いします。はい、皆さんも一緒にお祝いしていただけると嬉しいですね。こんばんは。ありがとうございます。じゃあ、行きますよ。行 きまーす。せーの。ハッピーバースデートゥーユー。Happy birthday to you!Happy birthday, dear! 7月お誕生日の皆さん !Happy birthday to you! おめでとうございます!昨日お誕生日だった方も、ちょうど嬉しい。おめでとうございます!素敵な日になりますように。ありがとうございます。あ、皆さんもたくさんお祝いを。嬉しい。優しい皆さん、ありがとうございます。そうですね、なんか、はい、贅沢もしてください。ありがとうございます。すごい、絵文字を使えるようになったので、いいですね。たくさん。あ、皆さんのチェックもありがとうございます。あー、あとー、いっぱい。そうですね、アムさん、そう、含まれないように調整させていただいてます。はい、もしよかったらそちらを見てみてください。あー、ジェポー坂さん、もう楽しみにしていただけてありがとうございます。一回は、夜は一回、席ももう出てるんですね。優しいですね、毎回。はい、一緒にお祝いしていただけて。ベッドケーキをホールごと食べるとか。それでも、お土産とか、そうですね、なんか、体調、そう、なんか気持ち悪くなるように してくださいね。はい。でも、いいですね、美味しそう。今日からそう、新企画が始まったらよかったら、そちらも見てみてくださーい。あ、誕生日4月だった方も。結構そうですね、毎月お祝いさせていただけて、いただいてるので、はい。来年の4月に、あ、来年になりますね。4月もお祝いさせていただきたいですね。もうもうしてね、優しい。ありがとうございます。あ、どうしたっけ？もう大丈夫ですか？あ、ありがとうございます。これも食べ、やったことないですね。ホルモンもすごく、なんだろう、憧れますけど、なんか、そう、いろんなケーキを食べるのも贅沢ですね。います！ありがとうございます！眠たい！あ、大丈夫ですか？無理しないでくださいね。ありがとうございます。会いたい！ありがとうございます。ゲーム、ガムケーキもしたことないです。でも、もったいない。あれは食べるんですかね？残ったの。じゃあ、すいません。無理しないでくださいね。タラン祭り、あ、すごい。ありがとうございます。
焼け食いすること、でもなんか、そう、精査待ってるし、でも、やっぱ、こう、ご飯に、こうね、焼け食いとかしたら、なんていうんですか、やっぱ、そう、体型とか、そういう面で、ちょっと、なんていうんですか、そう、良くないので、はい、あんまりそういうのは、そう、最初は違う方法で、はい、できたら、そうしていかなきゃ、そう、強いように心がけてます。最近は、全然してないですね。今日お弁当いただきました。あ、メールで送らせていただきましたね。昼ご飯でいただけて。そう。今日は、はい。結構メンバーみんなと、はい。お店にならない程度一緒に食べたりして。そうなんですよ。本当ですか。ああ、美味しく食べない。そうですね、確かに。死んでるのと違う気分。難しい。決められないですね。決めれません。でも両方かね、素敵なのね。わからないです。ごめんなさい。はい。そう、優柔不断ですね。そうです。そうなんですよ。お兄ちゃんとかお母さんとかも結構優柔不断です。はい。そう、夏になって、そうなんですよ。今日はですね、今日メールにも書かせてもらったんですけど、そう、家に、そう、お家に、そう、家具いて、いたんですよ。いっぱい、そう、夜寝てる時に刺されてしまって、そう、めっちゃ、そうなんですよ。治らないんですよ。こんな感じで。あれ？見えない、ちょうど、この角度。見えないです。角度でした。ちょっと はい。そうなんですよ。もう早く治ってほしいですね。婚姻の時に治ってほしいですね。赤くちょっと腫れた感じになってるので。筆箱ですか？筆箱、思い出の筆箱。あ、でもお兄ちゃんが、あれですね、修学旅行です。なんかオーストラリアに行った時のお土産に、そう。間違えた。コアラさんがついた可愛い筆箱をくれて、はい、それもすごく、はい、思い出ですし、あと、横山からの筆箱も思い出ですね。優しいからですかね。はい。そう、そう、赤くなって、なんか、腫れてみたいな。そうなんですよ。強敵な子でした。そう、大型なんですよね。刺されやすいです。はい。見えなかったですよね。難しかった。ノーマットっていうのがあるんですね。791年も。あ、早い。ありがとうございます。修学旅行だったかな。でも学校のそういう、はい、ので行ってましたね。はあ、なんだっけなー。見守るのファンの方もありがとうございます。いや、こちらこそ、はい、全然、ありがとうございます。俺も伝えてくださって。なんか、終わらせるよ、カンガルーさんも、そっか。そうですね。川大事、あ、そう、できました。そうなんです。助かりました、本当に。お母さんが退治してくれても。はい、助かりました、本当に。はい。
松の壁って大きいですか？大きいですよね。はい。ちょっとそうですね。今日も、オートタイムさせていただきたいと思います。私もしたいんですけど、そうですね。怖がっちゃうんですよね。ちょっとダメですね。はい。そうですね。今日もリクエスト曲にお答えさせていただきたいと思います。すごく聞いたことがある曲なんですけど、意外とあんまり歌ったことはない曲で、フルは初めてですね。はい。ちょっと不安もありますが、頑張って出していただきます。間違ったらごめんなさい。では、イヤホンをワイヤレスから有線の方に変えさせていただきたいので、はい、皆さん音量をちょっと、そう、電源切る音とかうるさいと思うので、皆さん音量注意してください。お願いします。大丈夫ですかね。じゃあ、ちょっと、切りたいと思いまーす。引きまーす。大丈夫ですかね。今来ました。大丈夫です。今からオートタイムさせていただきまーす。じゃあ、させていただきますね。鬼村さん、思ってくださってありがとうございます。本当です。はい。では、大丈夫でしたかね。音量も上げさせていただきます。音量チェックも大丈夫でした。了解しました。大丈夫ですよ。大丈夫、お忙しい中ありがとうございます。曲を入れさせていただきます。歌えますかね。ちょっとあんまりそうたくさん練習ができなかったので、ありました、ありました、お待たせしました、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。大丈夫ですかね。すごい聞いたことはあるんですけど、ちょっと頑張ります。はい、お仕事すいませんが、はい、新しく聞いていただけたらなと思います。では歌わせていただきます。いきます、頑張ります。好きな音量にしていただけましたかね。はい、じゃあ行きますね。聞いてください。どうぞ。友達のままさ。
ありがとうございます。夏にぴったりでしたか。ありがとうございました。懐かしく懐かしい曲でした。あ、フォローもありがとうございます。あ、カチューシャしてそうですね、カチューシャしてなくてごめんなさい夏ソングあ、リクエストもありがとうございました。はい、あ、早く休んでね。私と、あ、あの、お忙しい中もありがとうございます。エピカチュー、あーって、あ、その略しかない。うーん、よかった、目が覚めて。本当ですか、大丈夫ですか、寝る前なのにカラオケで、あ、よく歌われますか。本当ですか。疲れちゃうなか、皆さんありがとうございます。皆さんも眠たいですね、すいません。大丈夫ですか。この曲は踊ったことがないですねそうなんですよ、踊ってみたいですね。なんか見て、なんかこんな風にかなっていうのは分かるんですけど、踊ったことないですね。はい、他のリクエスト曲もまた答えさせていただきます。ありがとうございました。エブリデイポニャン、ありがとうございます。一緒に、あ、歌ってくださった方ありがとうございます。メロン色ですね。今日の発音は、何がいいかな。大好き、あ、嬉しい、本当ですか。コアラさん、あ、そうですね、2813人の方もありがとうございます。嬉しい、相性も可愛いですね、わかります。スイカ、いろんなエビ何がいいかな。エブリデイカジュ、確かにエビも、うん、いいですかね。いっぱい動物が
私はじゃあじゃあじゃあ何個かさせていただきます。はい、では いきますね。よくにゃーピーパーからのたこ焼きからのチームエース、そしてからのエブリデイカチューシャー、これカチューシャー刺してるイメージからのエビ、あ難しいエビエビあんまりできなかったですかありがとうございます。はい、嬉しい、お疲れ様です、ありがとうございます。何エビだろう、伊勢エビではい、じゃあはい、今日皆さんちょっと遅い時間まで眠たいかてね、そういうのに本当にすみません、ありがとうございます。遅くまで、明日もそうですね、やっぱりツアーのリハーサルがあるので、はい、明日のツアーのリハに向けても頑張りたいと思います。リハも頑張りますありがとうございました。はい、明日もまた夜ですね、多分配信させていただく、配信させていただくので、よかったら見に来ていただけると嬉しいです。明日の仕事も頑張れる、あ嬉しい、一緒に明日も頑張りましょう、頑張れこう。夜は、はい、しっかり睡眠もとって寝てください。遅くまですいません、ありがとうございました。しっかり寝てくださいね、ありがとうございます。よしこー、明日もお待ちしております。ありがとうございます。3054人の方もありがとうございました。おやすみやこにゃん、ありがとうございました。